日本航空、モーゼスレーク墜落事故は、1969年6月24日に発生した航空事故である。グラント軍国際空港で訓練飛行を行っていた日本航空90便が離陸時に墜落し炎上した。乗員5人中3人が死亡した。事故当時は、エンジンを一気停止させた状態での離陸訓練を行っていた。 事故機のコンベア CV880 から 22M-3 は1963年に製造された。4機のゼネラルエレクトリック CJ805 から3バイトエンジンを搭載しており、総飛行時間は14,278時間だった。事故当日の離陸重量は162,450ポンドで、重心は空力平均抑減の27.6%の 位置にあった。これは CV880 の最大離陸重量19万3000ポンド内に収まっており、重心も MAC の許容範囲内である20.6%から32%の間にあった。事故機には機長と航空機関士、訓練生3人の計5人が登場していた。機長は37歳男性で、 総飛行時間は7639時間であった。機長は CV-880 とダグラス DC-8 での操縦資格があり、訓練教官としての資格も保有していた。教官としては600時間の経験があり、うち100時間ほどが CV-880 での訓練だった。直近の CV-880 における修熟度テストでは、 卓越したパフォーマンスができると評価されていた。航空機関士は31歳男性で、総飛行時間は2948時間であった。うち CV-880 では1114時間の飛行経験があった。航空機関士は1968年3月11日に教官としての資格を取得していた。事故当時に機長席に着席していたのは、 三人の訓練生のうちの一人だった。総飛行時間は2773時間で、うち CV-880 では827時間乗務しており、その中の32時間は訓練飛行などによるものだった。事故までの90日の間では CV-880 に157時間乗務しており、12時間ほどが基調昇格試験に対する訓練だった。 訓練生 A は1969年6月19日に行われた中間確認において、機長から B マイナスの評価を受けており、これはおおよそ半分ほどの点数だった。機長は訓練生 A について、機長になるのに必要な判断力と計画性が不足していると評価していた。また、飛行計器を読み取るのに時間をかける傾向があり、最終的に機長は訓練生 A の技能は、 平均、またはそれ以下であると判断した。15時1分、事故機はこの日2回目の訓練飛行を終えて中期場へ到着した。記録によると、事故機の燃料系と副操縦士席側の姿勢指示機に若干の表示不良が確認されていた。しかし、飛行に問題を来たすような不具合は、エンジン指導から離陸まで確認されなかった。この飛行では、副操縦士席に機長が、 機長席に訓練生 A が着席しており、航空機関士は、機関士席に、二人の訓練生は、オブザーバー席と客室の座席に着席していた。15時37分、90便のパイロットは、管制官に、気象情報を聞いた。管制官は、240度から15ノットの風が吹いており、突風は20ノットであると伝えた。16時1分、 パイロットは滑走路 32R からの離陸準備ができたと報告し、管制官は離陸許可を出した。離陸に際して、機長は第4エンジンの出力を下げ、訓練生 A は緊急手順を実行した。90便は6500フィートほど滑走した後に、離陸したが50フィートほど上昇したところで機体が30度ほど右へ、ヨーイングし始めた。機体は第エンジンが、 地面に接触するまで傾き続けた。機体は右にスリップしながら墜落し、数秒後に火災が発生した。 燃え盛る機体から機長と航空機関士、訓練生二人の四人が脱出したが、訓練生二人はその後死亡した。機長と航空機関士は一命を取り留めたが重傷を負った。航空機関士は病院に搬送され、皮膚移植などの手術を行い、隊員には4ヶ月を要した。残りの訓練生一人の遺体はコックピットの残骸から発見された。 墜落の衝撃と火災により機体は完全に破壊された。火災が沈下したのは1時間後のことだった。国家運輸安全委員会が自己調査を行い、最終報告書が1970年6月17日に公表された。報告書では推定原因として訓練生の対処の遅れが挙げられた。機長は訓練の一環として離陸速度に達した後、 エンジン一気停止時を想定し、第4エンジンをアイドル状態にした。これにより、ヨーイ因具が生じたが、訓練生は適切な回復操作を行わなかった。そのため、極度の横滑りが発生し、機長が操縦を変わった時には、回復不能な状態に陥っていた。1965年1月1日に NTSB は安全勧告を発行した。 韓国ではエンジン停止時に機体がどのような動きをするのかの確認や、教官と訓練生が適切なエンジン停止手順や回復操作を認識しているかの確認などが要求された。ありがとうございます。